皆さんこんにちは、ママです。今日はママの質問コーナーをやってみたいと思います。イエーイ。結構ママの質問コーナーをやってくださいってコメントもいただいてたので、今回やってみようかなと思いました。なんで？なんで？今朝インスタグラムのストーリーの方で質問を募集したので、ちょっとそれを今見ながら答えていこうと思います。切手を入れて住所書いたらお返事来ますか？あ、ファンレターのことですね。切手はいらないです。住所書いてもらえたら、あのお返事と、あとパパのあの TikTok のアイコンのステッカーを一緒に送らせてもらってます。ピザできた。はい、お返事まで時間かかっちゃうんですけど、ぜひ送ってください。はい。はい。ねねきちちゃん、いっぱいご飯食べますか？はい。あ、結構食べますね。やっぱすごい運動してるので、ねねもキキもいっぱい食べます。キキは鶏肉大好きだよね。うん、いっぱい食べます。焼き鳥は好きじゃない。焼き鳥は好きじゃない。キキは結構あのあれだよね、揚げ物が好きだね。揚げ鶏大好きだね。セブンの揚げ鶏が大好き。ねねはどっちかっていうと麺類の方が好きかな。うどんとか。お二人がしていたスポーツなどはありますか？お二人っていうのは私とパパでいいかな。私はバスケットボールとバレーボールをやってて、パパはサッカーをやってたらしいです。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はすごいいっぱいあるけど、今ポンと出てくるのはパンかな。ハード系のパンが好きです。キキもパン好きだっけ。ねねちゃん、キキちゃん、ゴーくんの中で一番出産が大変だったのは誰ですか？はい、うん、大変だったのはキキかな。陣痛が来たのが夜中で、夜中一人でタクシーで病院まで行ったんです、陣痛来てから。で、行って、で、泣いた。いや、泣いてないよ。あの、行って、あの、分娩室っていうところで、で、あの、助産師さんがいるんですけど、その助産師さんに、もう計算婦ってあの1回産んだことある経験のあるあの妊婦さんのこと言うんですけど、計算婦さんだから多分すぐもうすぐ生まれますよって、数時間後には生まれますよって言われたんだけど、結局10時間以上陣痛が来てから経って、もう全然出産が進まなくて、最終的に促進剤っていうのがあるんですけど、それを使ってやっと生まれたっていう感じで、もうとにかくやっぱ陣痛が長いことがすごい辛かったですね。わかったよ。わかった。もう痛かったんだよ、あなたの時は。立ち会いの希望はなかったんで、誰も立ち会いはしてないんですけど、やっぱ一人でひたすらその痛みと戦ってる時間がすごい辛かったような記憶があります。夜中ですごい眠い時間なんだけど、もう痛みでそれどころじゃなくて、やっぱ痛みがずっと続いてると吐き気とかも出てきたり、いやもうとにかくね、出産は大変です。ママさんの息抜きは何ですか？うん、息抜きね、そうだな、うん、そんなに自分の時間っていうのはもうほとんどなくて、でその中での息抜き、私はコーヒーが好きなんですけど、ちょっと高いコーヒーあるじゃないですか、カフェラテとか、まあ、コーヒー系の飲料、ああいうちょっとお高いやつ、スタバのやつとかを飲むときがなんかすごい幸せだなって思います。些細な幸せ。コロナが収まったら家族で一番行きたいところはどこですか？あ、いっぱいあるな。とりあえずは沖縄に行きたいです。父も。あと家族で海外旅行に行ったことがないので、海外にも行ってみたいな。ハワイ、タイ、あとブルーシールも行って、うん、ブルーシールね、沖縄行きたいよね、うん、あとアメリカにも行ってみたいな。一番好きな映画は何ですか？映画、鬼滅。最近全然見てないな。鬼滅。私映画よりあのドラマ派なんですけど、海外ドラマ違うです。ママはモンスターです。何言って。好きな海外ドラマがグレイズアナトミーっていう医療系のやつで、あれ大好きで、ずっと見てます。父もずっと食べてる。食べてる。お財布は何を使ってますか？ちょっと持ってきます。ジェイズ。お財布はこれ、
ルイ・ヴィトンのお財布使ってます。パパがね、出産お疲れ様ってサプライズで買ってきてくれたの。素敵でしょ。パパの好きなところはどこですか？うーん、いっぱいあるな。プール。プール。パパの好きなところはやっぱ一番は家族思いなところ。あとは自分の考えをすごいしっかり持ってるから、あの周りに流されない、ブレないところがすごい素敵だなと思います。今年一番の思い出は、はい、やっぱ出産かな。出産かな。ママさん趣味はありますか？趣味はいっぱいあります。今は時間なくて全然できてないけど、アクセサリー作りとか、あとはさっきも言ったけど海外ドラマを見ること、あとはそうだな、いっぱいあるとかって言って全然出てこないけど、あとはあれ、結構やっぱお洋服とかが好きだから、いろんな人のインスタ、そのファッション系のおしゃれなインスタとかを見たりするのが好きです。ねねちゃん、ボクシング習ってるんですか？習っていたら動画で見たいです。ボクシング習ってます。練習してる風景とかもいつか動画作ろうかなと思ってるので、ちょっとお待ちください。ねねききちゃんに怒ったりはするんですか？あ、めっちゃ怒ります。約束破ったりとか、あとお片付けしない時とか、もう普通に怒ります。ママよく怒るよね。ママさんの睡眠時間はどれくらいですか？我が家の就寝時間が8時半から9時ぐらいなんだけども、まあ、一旦寝てそのまま寝ちゃうこともあって、でまあでも5が夜中に2回は最低でも起きるから、でも5時間ぐらいは累計すると寝れてるかもしれない。でも結構夜動画作ったりもするから、その時は3時間とかっていう日も結構あります。パパとはどこで出会いましたか？パパとの出会いはですね、私の友達とパパのお友達が、その友達同士が知り合いだったんですよ、もともと。で、その知り合い同士で、一緒に飲み会しようよみたいな、いわゆる合コンしようみたいな感じで、で、集まってたのが出会いですね。居酒屋ですね、出会いは。ママさんとパパさんの仲良しの秘訣は何ですか？そうだなぁ、たくさんお話しすることですかね。あとやっぱ一緒にいる時間を大事にすること。あとパパとはもう子供たちの話をよくしますね。名前は何て言うんですか？ミキです。ミキです。将来ゴー君にやってほしい習い事、これはパパの希望もあるけどボクシングですね。私は保育士を目指しています。ママさんはどんな保育士がいたら嬉しいですか？やっぱ集団生活の中だから、その集団の中のルールをしっかり守って生活していくわけだけど、その絶対ダメなことをやってる子がいたらしっかりと注意できる先生がいたら嬉しいかな。やっぱ保育園って結構トラブルが多いから、その子供たちのためにも親御さんのためにもしっかりと叱ってあげられる人がいたらすごい嬉しいなって私は思います、個人的にね。出身はどこですか？青森県です。何歳ですか？33歳です。昭和62年生まれです。体重は戻りましたか？と妊娠する前が48キロで、出産直前に測ったのが60キロ、プラス12キロ増えたんだけど、この間測った時はまだ50キロあったから、50ちょうどだから、あと2キロかな。そっからがね、なかなか減らないんだよね。お昼寝してますか？してないです。してないです。仕事は何してたんですか？これが結構多かったんですけど、独身時代は病院で理学療法士っていうリハビリの仕事をしてました。ねねききちゃんのトイトレはどのようにしましたか？ねねは3歳の時からトイトレ始めたんだけども、すでにコミュニケーションが結構取れてたから、割とすんなりトイレには行くようになれてたかな。でもトイレがちょっと怖いタイプで、それを払拭するのが大変だったイメージ。はい、何をやるの？ドレスを着せるの。でキキは結構喋り始めるのが早くて、やっぱ言葉の理解もすごいあったから、2歳半ぐらいからトイレ行ってみようかって行き始めて、で成功したらもう
めっちゃ褒めてあげて、でそれを繰り返していくうちにもう半年以内、3歳前にはもうおむつ外れてました。トイトレに関してはそんなに焦りがあるタイプじゃなかったから、よしやるぞっていう気合い入れてやった感じもないけど、言葉を喋り始めてからやるとすごい楽だったなっていう印象はあります。パックはよくしますか？週に1回ぐらいかな。そんなしない時もあるけど、すごい乾燥してるなっていう時はやります。夢はありますか？夢っていうか欲はいっぱいあって、とりあえずもう一個家が欲しい。ママさん何人兄弟ですか？私は2人兄弟で、下に2個下の妹がいます。理学療法士を目指した理由は何ですか？これは学生時代に私が足の骨折をして、自分自身がリハビリをしてたんですけど、それでやっぱ理学療法士っていうものを知って、なんかちょっと憧れた感じですね。3人育児で大変なことはありますか？いっぱいあるけど、とりあえずすごい思うことは洗濯物が多い。脱毛しましたか？全身脱毛を独身時代だからもう8年ぐらい前に3回ぐらいやったことがあって、その契約してたけども、そのまま出産とかしてなんかもうゆっくり行けなくなっちゃったから、それっきりですね。でも脱毛を絶対した方がめっちゃ肌は綺麗になるしいいと思う。スマホの機種何ですか？ iPhone 12 Pro。 お酒は飲みますか？ビールを飲むのが好きだけど今はまだ全然飲んでないです。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。たくさんの質問ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。